私に娘に買ったギターのボディにクラックが入ってしまいました。私のギターは守りたいんですがどうしたらいいでしょうか。まあもうこれから冬なんでやばいですよね。アコギは本当やばいですよね。でひびが入っちゃったらもう遅いんですよね。ひびが入ったやつをどうするかっていうのは僕はちょっとそれはもうリペアに持っててくださいっていうしかないんですよね。それはもう自分でなんとか、しようとしない方がいいと思います。でひびが入らないようにギターの乾燥を防ぐためにいくつかアイテムがあるんで、でちょっと一つ勘違い、されがちなんですけど、クラックが入らなければ OK っていうわけではないんですよね。でクラックが入るっていうのはもう結構な重症、乾燥具合的に結構来てるっていうレベルなので、クラックが入ったらもう相当だったんだなと思ってもらった方がいいかもしれないです。でクラックが入ってないからといってギターの乾燥度的にね、でそれほど乾燥してないかというとそうでもないんで、ギターの湿度対策をしなきゃいけないんですけど、でこれ基本的に木の箱なんでやっぱり乾燥には弱いんですよね。でまあ当たり前の話なんですけど、アコースティックギターの場合は木を加工して木をね貼り合わせて、でまあところどころパーツがありますよね。メタルパーツがあって、こういうねメタルのパーツ、フレットがメタルのパーツで、ペグがメタルでとか、でここに骨が使ってあったりとかっていう別の素材をねこう組み合わせて作ってるものなんですけど、基本的にで乾燥した時に木は縮むんですよね。乾燥すると縮む性質がある。ギターももちろん加工してある木でも乾燥すると縮むんですよね。ところが木じゃないパーツは縮まないんですよね。例えばフレットは縮まない、こういうね木以外のところは縮まないんです。なのでそこで乾燥しすぎると何が起きるかというと、パーツを接着している部分の木の部分が縮むので、その接着しているパーツが歪んできます。不安定になってきたりとかで、もちろん強度もね弱くなってくるし、音にももちろん影響してきます。音というか音程自体にも、ね、影響してくるの でエレキなんかはそれほどね影響を受けづらかったりするんですけど、アコギはかなりダメージを受けやすいです。なんでかっていうと、まあここの僕のギターは塗装も薄いんですけど、まあこうじゃなくて結構なかなかのフィニッシュ塗ってあるね、テカテカのコーティングしてあるギターでも、このサウンドオールの中は丸裸なんですよね。要はこの中を塗装してあるギターってないでしょ。ここはもう丸裸。まあこの中からガンガン乾燥すると思ってくださいね。でもう一つちょっと勘違いされがちなんですけど、ギターってこうボディがあって、まあネックヘッドがあるじゃないですか。よく勘違いされるのが、ボディの中だけを、ボディさえ乾燥しないようにコンディションを保てばいいと思われてるんですけど、もちろんこのフレットボードもネックもね切れてきてますんで、乾燥したら縮んじゃうんです。縮む性質なんで。なのでちゃんと乾燥しすぎないように、メンテナンスしてあげる必要があるんです。でどうやってやるかっていうと、今大きく2つあります。2つで、1つはケースの中に入れて加湿してあげるっていうのがあるんですけど、僕が持ってるのはこれです。でちょっと今日黒い服着てるんで見づらいですけど、こんなになってますね。こんな感じで、これ何かっていうと、この中にスポンジが入ってるんですよ。スポンジが、これ今カッサカサです。カッサカサなんですけど、でこれをまあ今説明してるんでここでやっちゃいますけど、まあ台所かどっかで濡らしてしっかり絞るわけですよ。しっかりで必ず水が垂れて直接ギターにポタってならないようにしてください。それがそうなると逆にね、木を濡らすのはすごい逆にダメージになっちゃいますから。でまあこれ絞ってきました。がっつり絞りました。でこの中に入れます。入れる。これを蓋をして、でもう一つ、ここはちゃんと濡れてたら拭いてくださいね。ここはね、直接ギターに触れる部分は、まあ直接触れるといってもいい。でこのギターのこの真ん中弦2つの間にこうやって入れるんですよ。カツと止まるようになってるんですけど、でこう入れます。でこれでケースにしまいます。ケースに入れておきます。でケースの中で、効かないときはケースの中に入れておく。でもう一つはこういうのでもいいんですけど、まあこれもなんかケース用に使えるっていうんですが、例えばこういうのがあって、これをこう、ボディの中じゃなくて、ちゃんと指板も他のパーツもね、他のこの辺の木もちゃんと外側も加湿されるようにケースの中に、まあ、こういうのね、まあ、こういうのね入れておくというのもあります。であとこういうのじゃなくて、チューブ式になってるボディの中にスッて入れる、こんなチューブ式のね、こんなのがあって、リペアの人なんかはこれをひどい状態のギターの時はね2本3本入れて、
加湿していくみたいです。ちょっとずつで1日ちょっとずつ加湿してって、あのクラック入ってこうクラック入ってねバッてなってるものを、要は縮んでこうクラックが入ってるんで、それをちょっとずつ何日もかけて膨張させてって戻してって、そこでこうあのなんていうんですかね、接着作業というかリペアをするらしいんですよね。なので時間がかかるみたいです。でこれがケースの中で、保管する場合で、ギターコレクターの人たちとかですね、もうギターをいっぱい持ってる人たち、例えば壁にバーって下げてるとか、そのケースにいちいちこんな一個一個やってあのできないという人たちはもうあの部屋を加湿するんですよね。部屋を加湿するしかなくなるんです。で加湿するときっていうのは、もちろん加湿器が必要なんですけど、あの楽器屋さんにたまに置いてあるじゃないですか、ああいうのが必要なんですけど、で一つすごく大事なのが、必ず必要なのが湿度計なんです。湿度計を置いといて湿度をチェックしながらこうやんなきゃいけないって。でこのギターにとって最適なベストの湿度っていうのが 42% から 45% って言われてます。なのでその行き過ぎてもダメだし、乾燥部屋が乾燥しすぎてもダメなので、まあ一日中加湿器をつけてその間にあのしとかなきゃいけないかっていうとそうではないんですよね。でなるべくその極端な乾燥を避けるように部屋を加湿しておくっていうことなんですよね。でそんなに一日例えば出かけてた時にちょっとあの加湿器の水が長くなって部屋の湿度が 42% を下回ってたからって全部のギターにクラックが入るわけではないの でなるべくそういう環境をなるべく作っておくと。冬なんで暖房も焚いてるでしょうし、なんで部屋が極端に乾燥するんで、そんな中にギターを放置しないということなんですね。メンテナンスというか、それがケアなんですよね。なのでその娘さんのギターがちょっと犠牲になっちゃって、ね、そっからいきなりそんなことしだしたらあの怒っちゃうかもわかんないんですけど、まあこれ以上犠牲者を出さないためにもですね、まあこんなん安いんでね、こんなんはすごく安いですし、まあ加湿器も今だったらこういうちっちゃい部屋ね、リビングにギターを並べてる人はまた別ですけど、こういうちっちゃい部屋だったらあのそんなに大きい加湿器はいらないので、湿度計もそんな高いくはないです。まあ、次の休みにもね、揃えてすぐにでもできるんでね、やってみてください。もう冬来ちゃいますんでね。あと、まあ余談なんですけど、僕、ライブの時はこれするんですよ。ある程度、大きな音量でライブする時はこのフィードバックバスターつけるんですけど、これゴム製で、まあ言ってしまえばこう、蓋になるんですよね。サウンドホールの。なので、こう、ケースにしまってない時でも、なるべくこう、蓋をして、余計に乾燥しないように、してたっていう、意図的にそうしてたってわけじゃないんですけど、なるべくこっちの方がいいような気がして、こうしてたら、あんま乾燥してないみたいです。なので、これがね、乾燥対策の正しい方法とは言わないんですけど、これをしてると乾燥しなかったみたいです。僕のギターの場合は。で、日本でも、地区によっていろいろ違うと思うんですけど、僕、北海道出身なんで、まあまあ乾燥してるんですけど、で、ここ今、北米なんですけどね、西海岸の。バンクーバーって街なんですけど、基本的に年中乾燥してるんですよね。で冬は暖房を使うんでさらに乾燥するっていうところなので、例えば関東の人なんかは夏は湿度が高くて冬は湿度が極端にこうなっちゃうんで、まあ余計ケアが必要だっていう人もいますね。